はい、どうも、おはこんばんにちは、まえちです。今回もね、クラブスーサイド続きをやっていきたいと思います。はい。前回は、劇団女波級を見に行けて、牧場にも行ってね、帰りにはなんと手をつないで眠ってしまうというね、もう完全に恋人同士ですやないかいっていう、まさかの結末が訪れておりましたが、あそこからどうなっていくのか、またね、財前さんのその、闇の部分みたいなところが、まだちょっとわからないところが多いので、そこもね、解き明かせていけたらと思います。はい。結局、また昨日も財前邸にお世話になってしまった。遊んで、劇を見て。眩しい一日ではあったが、やはり久々の運動は私の怠けた体に応えたようで。劇団女波級によるノートルダム・ド・パリ。その長時間にわたる濃密な演劇を見終え、劇場を出たのを最後に、昨日の記憶が途切れていた。財前夫人に話を聞いたところによれば、心も体も満ちくたびれた私とエヴァさんは、感激直後に眠ってしまったらしい。あらあらってね、二人ともなってましたもんね、ご両親も。再び目を覚ませば、エヴァさんの部屋の布団の上。ここ数日の無礼を、ご両親に詫びようと今へ降りるも、逆に張ったばかりの熱い湯に運び込まれ、もう何でも至れり尽くせりですね。ほんと素敵な家族だなぁ。ティーツリーの匂いが優しいボディーソープとシャンプーで身を洗い、夜上がればお母様に髪を乾かされる始末。なんてこと。沐浴が終われば、今度は湯気だった朝食が用意されているものだから、もはや下げる頭を見せるのも気が引けてしまった。まあ、もうすごいな、ご両親、優しすぎて。何から何まで、お世話になりました。いいえ、こちらこそ。とっても楽しかったわ。別れの時、スクールバッグに荷物を一通り詰めて担ぎ、ご両親を振り返る。本当に、駅まで歩きでいいのか？お家まで車で送るのに。なんてこと、もうこれ以上は、もうね。これ以上はっていうかもうすでになん、なんかもう、いろいろとやってもらいすぎて、もうそんなね、送ってくださいなんて言えないよね。いや、その、大丈夫です。いっぱいお世話になりましたし、それに、あれ、エヴァさんはまだ寝てるのかな？あ、起きてたんだ。僕に、お見送りさせて、パパ。私がそろそろ帰ろうかと考え出していたとき、駅まで歩いて送らせてほしいと言い出したのはエヴァさんだった。あら、エヴァさんからそんな、なんて大胆な。クラブスーサイドから明日で1週間。理由は聞かなかった。わかった。気をつけてな。へのへのさんも、またよければ遊びにおいで。もう、この4人で集まることはないんですよ。あ、はい。くそー、悲しい。またの機会があるのだろう。だが、閉まる胸に気づかないふりをして、ご両親に頭を下げた。悲しすぎる。お邪魔しました。行ってきます。はーい。もう、集まることができないな、きっと。手を振るご両親を背に、閑静な住宅街を抜けて駅の方向へと歩き始める。いやー、思うとこもいろいろあるよね。お互いともね。自分から見送りに行くと言ったのに、エヴァさんは黙ったまま。てっきり昨日みたいに私に何か話したいことがあって、二人きりの時間を作ったのかと思ったのに。確かに。なんか、ねえ、こう、エヴァさんがそこまで頑張って送っていくっていう発言をしてくれたっていうことは何か言いたいことがあるのかと思ったけど、ないのかな？ただ一緒にいたかっただけかな？歩いても歩いても、彼は一言も声を発さない。一度好きな話題になれば、たくさん欲を声に漏らしてくれるが、エヴァさん自身は言葉数が少ない方だ。しかし、それにしたって妙に静かすぎる。エヴァさん。ならば逆にこっちから聞きたいことがある。ずっと気になっていたことがいくつか。私が口を開いて彼を見れば、小さな肩と細い息が跳ねた。結局、どうやって自殺するか決めたの？彼の死に手をつけるつもりは一切ない。しかし気になり続けてはいた。教えてもらえるなら知りたい。それに、もしも彼があまりに無謀な自殺方法を考えていたらと、少し心配になった。もう確かにお金集めるってなった時もさ、結構ね、どうしようどうしようみたいな感じで、あんまり考えてる感じじゃなかったから、こっちもね、
どうやって、そんななんか緻密な方法とか考えているのかな。瞬時に振り向いた彼のひどく動揺した顔はしかし、瞬時にしなびて目をそらした。見せて。ん？え？ごめんなさい。どうやって死んじゃうかは、秘密にさせてください。僕はその、死んじゃうっていうよりは、なかったことにしたいから。ん？消えたいんです。霧になりたいんです。だから、その、無にさせてください。お？消えたい？存在がなかったこと、みんなのね、記憶なくすことはできないからね。どうやって消えちゃうんだろう？初めて、彼の言葉から死の匂いを感じた。いや、正確に言えば、クラブスーサイドで死にたい理由と未練を聞いた時以来に感じた。うん、わかった。ごめんね、変なこと聞いちゃって。いえ、こっちこそ先輩にいろいろ協力してもらったのに、何も話せなくて。うん。でも、本当に、先輩と頑張った親孝行するために、頑張った時間は、不思議なんだけど、ちょっと楽しかったかも、なんです。死んじゃうための準備をする時間のはずなのに、なんで今まで生きてきた中の、いろんな時間よりも、楽しいなって思えてるのかは、わからないんだけど、なんだか変な気持ちです、今。もう一つ聞きたいんだけど。ん？なんだろう。消えたい。霧になりたい。無にさせて。昨日まで願いを語っていた口から漏れた刺繍のする言葉は、明日の死を私の中でより現実的なものにした。故に、余計に、なんでエヴァさんは死のうと思ってるの？ここまで来てもわからなかった。彼の刺繍の原因が。その、エヴァさんを否定するわけじゃないけどね。私から見れば死のうと思える理由が何も見当たらないの。確かにね、幸せなね、なんか、ご家庭というかね、優しい両親に囲まれてとか、まあ、ちょっと学校とかでもね、どうなのかまあわからないところはありつつも、死の意志をね、こう固める理由がどこにあるのかがね、まだ確かにこの1週間、ちょっと1週間弱、まだわからないよね。何なんだろう。いじめとか、彼からは誰かに直接的に刺激あげられてるとか、馬鹿にされてるとか、そういう感じがしないのだ。ただの勘になるが、万が一にも実はいじめられているという可能性もあるけれど、しかしそれにしたって、直接的に死んでしまいたいと思う要因が、どこにも見当たらないのだ。確かにね、まあ1週間ぐらい一緒に過ごしてさ、なんかその、あからさまにさ、いじめられてる素振り、なんか様子とかなかったもんね。だからといって、彼の死の意志が虚弱だと、心が脆弱だと呆れるつもりは毛頭ない。万人には、万葉の心のありようがある。人には人のキャパシティがある。そうだね。世界中の湖畔の深さや広さや地底の形に何一つ被りがないように、人の精神は誰一人として同じ形をしていない。自分には刺さらない針が刺さる人もいる。うんうん。自分には見えない牙が見える人もいる。そうだね。おそらく、私には見えていない、彼にしか見えない死の影がどこかにあるのだ。それを知りたかった。死ぬ前にせめて、少しでも見てみたかった。いやらしい言い方かもしれないが、ここまで来た仲なのだから。確かにね、ここまで心開いてくれるなら、最後にちょっと聞いときたいよね。もう彼のそう、一生をここで見届けるわけだし、まあ、知っておきたい、背景を知りたいっていう気持ちは、まあ、生まれてしまいますよね。情が入って何が悪い？気にならないわけがないのだ。言いたくなかったら、言わなくてもいいんだけど、数日間一緒にいたから、知りたいの。別に何もしないよ。エヴァさんから聞いたところで、否定も肯定もしない、邪魔もしない。ただ知りたいなって。教えてくれる？どうだろうな、悩むよね、エヴァさんもね。手をいじったり、前髪を何度も手ぐしで溶かしたり、せわしなくうろたえるエヴァさん。言いたくないならそう言ってくれるといいのだが、まあこの慌てた様子からして言ってはくれないだろう。無理強いはしない。
諦めていく道を向きなる。そっか、まあ、お前、言いたくな、ん?死にたいっていうよりは、小さな小さな蚊の鳴くようなつぶやき。再び振り返った彼の顔には、悲しみでも怒りでもなく、限りなく虚無に近い憂いのみが浮かび上がっていた。本当に消えたいんだ。消えたいんです。ないことにしたい。死と消滅。彼の中でのその違いは一体何なのだろうか。首をかしげると彼の空の目は自らの足元に落ちる影を捉えた。ほう。自分の存在意義が見出せないんだ。存在意義?先輩はたくさん僕を褒めてくださったけど、世の中にはね、もっとすごい人なんてもっといっぱいいるんだ。僕なんて足元にも及ばない。僕の代わりなんていくらでもいる。むしろ上位互換。先輩が僕を褒めてくださったこと、否定はしないんです。けど、信じられないです。広く浅くで、目立つものなんて一つもない。自慢するほどのものじゃないし、誰だってできてしまうことなんだ。僕のやることなんて。むしろ僕なんて、器用貧乏。うん、それよりももっと、もっと中途半端だ。今回だって、きっと、誰かに求められたんじゃなくて、たまたま見かけた人の手の出せない一番欲しいものの代わりなんだ、きっと。僕は所詮、よくて埋め合わせ。そういうの、なんだ。はぁ。こう、エヴァさん的には、もう誰のオンリーワンにもなれないんだっていうような感じなんだね。でもそこで行くとさ、やっぱり、両親ともさ、あれだけ愛してくれててさ、別にそこに誰か代わりがいたわけではないじゃない。例えばじゃあお兄さんがいて、お兄さんがすごいめでられてたけど、家出てっちゃったから代わりに愛されてるとかさ、もうそういう描写がもしね、もしかしたらあるのかもしれないけど何かしらの。今のところないからさ、唯一無二として、たった一人の可愛い息子として可愛がられてると思うんだけどね。愛されてると思うけどな。それに、僕には勇気も力もないんだ。いじめられたことはないけど、時々他の人のいいようにされてるんだなって感じることはある。まあ、ねえ、人間ですからなんかそういうことはまあ利用されたりしたりみたいなのは少しはあるのかもしれないね。まあ、学生時代だったらね、宿題見せてとかさ。なんかそういうのはあるだろうけど、まあそういうのを利用されてるじゃないけど、いいようにされてるって感じるとかがあるのかな、エヴァさん的に。僕は誰かを利用だとか好きなようになんてしたくないから。誰かを利用するぐらいなら、される方がまだいいって、そう思うけど。まあそうだよね、エヴァさんも優しいもんね、本当にね。けど、時々、そんな自分に幻滅するんだ。なんで素敵なことじゃない。利用するよりされる方がまだいいってね、思えるっていうのは人にまあ迷惑かけたくないとかさ、そういう気持ちからなんだろうけど、やっぱ優しさがね、もうあの両親から生まれた子ですし、もう天使の一族なんだからね。そんな自分に誇り持っていいと思うけどな。自分の無力さに絶望するんだ。まるで鏡を見つめるようにじっと、己の影を見下ろしながら、見下ろした己の影に向けて語るように、長いまつげを地面に向けたまま、エヴァさんは続ける。弱虫で、泣き虫で、中途半端な僕はどうして生まれたんだろう。自分の弱さを十分知ってるくせに、受け止められないで。先輩にも、パパにも、ママにも言えないような、狭くて短気で、めんどくさい感情もいっぱいあって。誰にでも代わりが効くどころか、僕よりもいい人なんていっぱいいる。だのに、なんで僕は生まれたんだろう。でもさ、この狭くてさ、短気でさ、こうめんどくさい感情みたいなものをさ、
自覚もしてるしさ、人に言う感情ではないっていうの分かってる時点ですごくないかな。そういうのってね、我慢できずに口にしちゃう人がたくさんいる中でさ、ここまでさ、いろいろとね、人に言っていい、いい気持ちになる感情じゃないっていうの分かってるから言わないとか、そういうことができるときすごい人だけどな。本当に自分に自信がないんだな。彼の刺繍を前に、私の喉の線はきつく閉じられた。何も言えない。ただ今は黙って彼の呪いを飲むことしかできなかった。どうしようもない自分が、パパとママの息子に生まれたことを後悔してるんだ。逆にパパとママがすごすぎたっていうのもあるのかな。こう、本当に優しくて何でもできてさ、強くて、ね、素敵な両親だからこそ、なんでこの両親のもとに生まれたんだろう、もっといい子が生まれるべきだったんじゃないか、みたいなね。生き恥だ。僕は、生き恥だ。わぁ、泣かないで。そんなことないのに。なんでもね、逆に、こう、なんでも器用にできちゃうっていうことが、逆に悩みになるなんてことがあるんだね。なんでもできるけど、すごい人たちにはかなわない、みたいな。そうすると、こういった悩みも芽生えちゃうんだな。パパもママも大好きだよ。すごい人だよ。本気で宇宙一尊敬していて、愛している。から。だから、自分みたいな、社会にも適合できない変な感情にまみれて、苦しんで何もできない自分みたいなのが、パパとママの息子なのが、自分で認められないよ。今、この場所にいるべきなのは僕なんかじゃない。違う誰かのはずなのに。いっそ、僕なんて産まないで欲しかったんだ。なかったことにして欲しかったんだ。ああ、やだ。もうやだ。消えたい。もう自信のなさとね、周りの姿を比較して苦しんでたんだね、ヤワさんは。苦しみたくない。悲しみたくない。泣きたくない。疲れた。霧になりたい。人間するの難しいよ。人間、向いてないんだ僕は。涙さえ出ない。何も言葉を返せなかった。彼の刺繍に対して、無責任で私の思いを言うなど、そんなことできなかった。駅の前に着いたことさえ気づかず、彼がやっと私に教えてくれた自殺の理由について、口を開くこともできず。またやっちゃった。また、ごめんなさい。困りましたよね。どう反応すればいいか、わかんないですよね。これだから僕は、ごめんなさい。ごめんなさい。また明日。情けない私の顔を見て半泣きになって来た道を戻ってしまったエヴァさんの背中に声もかけられず、声帯も彼を追う足も失った私はただ、駅を立つ電車の音を背中に受けるだけ。まあ、こういうところにね、実際目の当たりにしたら何も言えなくなっちゃうかもね。私は彼をどうしたいんだ。彼の生まれを知り、彼の夢を知り、彼の死を知った私は彼に何を願っている。彼は明日自殺するだろう。しかし断言はできない。もしかしたら生きてしまうかもしれない。彼の命は彼のためだけにある。彼自身の人生は、決断は彼自身が決めるものだ。そうだね。しかし、強いて言うなれば、私にも彼に対する思いがある。ふんふん。彼の命は彼のためにしかないが、なればこそ、こうなるといいな、と思ってしまう。他人の命の行方を変える権利なんて誰にも、私にもないし、そも変えられるわけがないが、思い、願い、伝えることぐらい許されるだろう。ほんほんほん。ここで、こう主人公が、ね、ちょっと今回は今何も言えなかったけど、いろいろな思いを受け止めて、多分ね、まあ、いっぱいいっぱいで、こう、どうしたら、どういう言葉がいいかとかもね、そうすぐに出てくるものじゃないだろうし、ただ、これをね、まとめて、こう財前さんにね、気持ちを伝えられて、少しでもこう、財前さんの心が軽くなるといいね。
空梅雨のような一週間だった。その中で私はエヴァさんと、あ、死なせたいと思った。生かしたいと思った。うわ、むず、まあ、どっちも、ねえ、その、まあ、思うだけだったらいいか。まあ、死なせたいと思うわけはないよね。こんだけさ、素敵な家族とさ、家族愛に触れてさ、あれだけね、大事にやっぱり思ってくれてる素敵な両親がいるわけだし、その両親も悲しませたくないし、エヴァさんにもこうね、今はどうしようもなくさ、こう、誰かの代わりでしかない自分が辛くてね、死にたいと思ってると思うけど、いろいろどん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 そういう気持ちもさ、抱えた上で大人になってったら、どこかで多分、こう、なんて言うんだろう、うまく自分のそういった気持ちも受け止められる時期が来ると思うんだよね。いろいろと社会に揉まれてさ、いろんな人と関わってって。で、その中で、プラス、そう、自分の才能みたいなところでも、なんかまあ、今はさ、誰かの代わり、中途半端だと思ってるかもしれんけど、それがね、唯一無二のものになっていく瞬間が多分あるだろうし、そういったところで自分の才能も認めつつ、この苦しみっていうところとも向き合っていけるっていうね、時がいつか来ると思うんですよ。なのでそういうのも込みで、今は苦しいと思うけど、生きてほしいなと思いますね。ぽつりと、空の青がまた覗く空が薄い涙をこぼす。向こうの空を見れば、灰色の重たい色が近づいてきている。じき、もっと空を泣くだろう。見えなくなった背中を思い、屋根の下へと太陽から身を隠すと、春雷が遠くうねりを上げた。いやー、ここでね、どうなっていくかな。もう、結末が変わる分岐もやっぱあるのかな。ほんほんほん。はぁ、ここで最終日ですね。うわー。この6日目っていうところは比較的今までよりは短めでしたね。さあ、ここからね、最終日になりましたが、いや、まだね、思いっていうか、こう、主人公のね、気持ちみたいなものは、まだエヴァさんに伝えられてないと思いますが、ここから伝えてどうなっていくんでしょうか。最終日もやっていきましょう。卒業式の朝、3回目のクラブスーサイド、最後の自殺集会、そっと教室を抜け出して、人気のない特別棟へと一人向かう。今日、みんな死ぬんだ。まあ、他のね、財前さんともびっちり一週間一緒にいたから、他のキャラとのね、接点あんまりなかったけど、わぁ、みんな死んじゃうの悲しいなぁ。あんなに絵を褒めてくれたみんながね。エヴァさんも、クルルギさんも、薄井さんも、まぶちさんも、久我島さんも、全員。私がもう死ぬ気がないの、どう今日悟られないようにできるか。いよいよ濃さを増した刺繍の前で、私は性を隠しきれるのだろうか。頭を抱えて階段を上がる。が、その不安はすぐに消え去ることになる。おう。最後に集まってから各々散らばって自殺するのかな。第三会議室の前に二人の少年の姿。エヴァさんとまぶちさんだ。ほんほん。おはようございます。あ、へのへの先輩。おはよう、ございます。おはよう、へのへのさん。あれ？二人とも中入らないんですか？それがね、やっぱり卒業式だからかな。鍵閉まってて、あら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 。あ、俺としたことが、昨日のうちに職員室から鍵をパクっておけばよかった。副会長からまさか鍵をパクる発言が聞けるとは。他のメンバーは、どうしたんですか？俺が来た時には財前くんしかいなかった。鍵が開いてないから諦めた可能性がある。クルルギさんとウスイさんは卒業生だし、久我島くんは諦め早そうだし。そっかそっか。僕はその鍵閉まってますけど、持ち場離れちゃいけないかなって。いや、約束破っちゃダメだし。えらい、真面目だな。もじもじと寮の人差し指を付き合わせながら目をそらす財前さん。でも、そんな彼らもあと数時間後には、自らその命を絶つんだ。わぁ、なんか、変な感じするね。まだ生きてる人がさ、これから自分の意志でこの後、死んじゃうっていうのが。下手したら、来てない三人のうち誰かはもうすでに。自分の中の生を痛感してしまっているだけに、想像するだけでゾワリと身が震え、めまいがした。
財前くんは、決意は固まった？はい。やることは決まりました。パパとママが心配しちゃうと悪いから、卒業式には来ましたけど、今日中には自殺する予定です。そっか。親孝行はできた？はい。おかげさまで。ならよかった。俺たちみんな、お別れだね。少し寂しいけど、やること終えたら、みんなであっちで遊べたらいいね。わあ。財前くんの自殺に幸あれ。ありがとうございます。まぶち先輩も、幸あれ。握手をする二人の顔は穏やかなものだ。しかし、どうしてこんなにも泣きたくなってしまうのだろう。行く先が生だろうと、死だろうと。幸せなら悲しいことなどないはずなのに。下唇を噛みしめ、ぐっと涙腺を殺す。あ、そうよな。もうだってここでさ、さよならしたらもう一生会えないわけだもんね。そう考えたらね、まあ、幸せどうこうとは別に寂しいっていう気持ちはやっぱ湧いてしまうよね。へのへのさんも覚悟は決まった？はい。決まりました。お？気づいてる？なるほど、ね。わかった。察したのかな？ね、そうっぽいよね。俺はそろそろ裏方の準備に行くよ。財前くんもへのへのさんも、またね。はぁ、これででも本当にバラバラ？なっちゃったのかな？エヴァさんと固く握り合った手をほどき、まぶちさんはスマホの時計を一瞬確認して、顔の横で手のひらを振る。釣られるように私とエヴァさんも手を振ると、一度うなずいて彼はきびすを返した。今日、だね。今日、ですね。昨日はその、ごめんなさい。うん。でも、まぶち先輩が言ってたみたいに、先輩も覚悟が決まっていたみたいで、よかったです。はぁ、ごめん、嘘ついて。悪意なき少年の言葉に胸が締まった。自分が死なないことを吐いてしまいそうになった。しかし、己の命をも勝るほどの勇気をもってして死にゆく彼らに言えるわけがない。生きたいなんて、一番の侮辱をどうやってでもこらえたかった。先輩、ん？どうしたんですか？顔、怖い。今めちゃくちゃ葛藤してますんでね、すいません。誰もいなくなった特別棟の廊下で、少し間を置いて彼がつぶやく。そらしかけていた目を再び彼に向けると、エヴァさんは前を震わせて私の顔を覗き見ていた。無自覚のうちに顔がこわばっていた理由に心当たりはある。それは私の身勝手な希望だ。生きたいことをもう隠していられない。生きてほしいことをもう伝えずにはいられない。嘘をつくことが、気持ちを隠すことが耐えられなくなった。あのね、エヴァさん。酷なことだとは分かっている。理解されようだなんて思わない。彼を変えることなどできないと承知の上だ。言わずして後悔するよりは、彼に軽蔑されてでも伝えるべきことはちゃんと伝えなければならない。彼の前で隠し事をする自分が嫌になった。耐えられなかった。さあ、ここでね、どういう反応するかな。実は、ね。意を決し、彼の大きな瞳を見つめ返し、私は彼への告白を始めた。私、死ぬつもり、ないんだ。それに、エヴァさんにも、生きてほしい、なんて思ってる。これは驚いちゃいますね。悪魔のまぶたが見開かれる。瞳の黒は何を思っているのかわからない。いや、私がすべて吐き切るまではわかりたくなかった。最初は、私も自殺を考えてた。理由は曖昧で、なんとなく。だから私の死に対する意識もそんな程度だった。エヴァさんを、みんなを前に、死んでしまうのが怖くなった。そのくせ、私はエヴァさんよりももっと、ろくでなしで、勇気がなくて弱いから、死にたくなくなったなんて怖くて言えなかった。これ驚くよね、財前さんもね。でも、これだけ、みんなの自殺を、意志を、
裏切るようなことはしたくなくて、私に役に立てることはないかなって、本気でみんなの願う結末に協力できることはないかなって思ってエヴァさんに声をかけたんだけど、エヴァさんは死にたいって思ってるから、その気持ちもわかってるつもり。だから、エヴァさんが今日どうなるにしても、エヴァさん自身が望む結末を私は否定したくない。肯定したいって思ってたんだけど、生きてほしいって思ってしまったの。息苦しんでるはずのエヴァさんに、生きてほしいなんて思っちゃったの。私、単純だ。エヴァさんの苦しみも知らないで。こんなに素敵で尊い人が死んでしまうのが、惜しくて苦しくて、ダメになったんだ。未来に希望が持てないエヴァさんに、生きるのが苦しいエヴァさんに、生きてって思うのは、きっと苦しめって言ってることと同じなのに。でも伝えようって思った。ごめんね。エヴァさんのことを尊敬してるから、絆を感じてしまったから、嘘とか隠し事とかしたくなくて。だから、ね、エヴァさんの決意が、結末が、もう固まってるなら、私はそれを止めるつもりはないよ。けど、この一週間、一緒に過ごして、一緒にいろいろやってきて、私はそう思ったの。エヴァさんに生きてほしいって思ったの。エヴァさんはダメなんかじゃない。生き恥なんかじゃない。何もできなくない。だから、生きませんか?生きてみませんか?うわぁ、鳥肌立つ。顔を見るのが怖くて目をつむって闇に吐き出した。気持ちを出し切った。まだ唇は震えている。緊張しているのか、私は。これ緊張するよね。暗闇にこもった私の耳にわずかに聞こえたのは薄い虚気。押し殺した細い喘ぎ。恐る恐るまぶたを開きそっと見ると、耳も頬も顔中リンゴ色に染め上げて涙をこぼすカラの顔が触れていた。どっちだ?エヴァさん?それは泣くだろう。酷なことを言った自覚はある。きっと軽蔑しただろう。私のことが嫌になっただろう。別にそれでいい。こんなことを言って、彼も生きようとか言ってくれるかもしれないなんて、少しの甘い希望を見た私が悪い。ごめん。謝りかけて、はたりと、気づく。彼の泣き顔に滲む色は、悲しみでも、怒りでも、軽蔑でも、憎しみでもない。お?先輩。どうしたの?緊迫していたものが一気にほぐれ、放たれ、崩れるように。肩を跳ね、手を震わせ、泣きじゃくり始めた幼子を思わず抱いて引き寄せた。どうしたんだ?どうした?生ぬるい湿った感触。腕の中で震える黒い影を見下ろして初めて、彼を自然に胸に抱き寄せた自分自身に驚く心に気づいた。エヴァさん?よかった。どうした?よかった。よかった。よかった。私の中で何通りも立てていたエヴァさんの予想返答、そのどれにもかすらない言葉。未来予測して脳裏に生み出した何通りとも彼の姿のどれとも違う彼の姿。動揺した。どうしてそんな言葉が出たのか、全くわからなかったから。いや、本当にね、なんかそれこそさ、こう騙してたのか、ぐらいのさ、ま、エヴァさんはね、そんなこと多分思わないんだろうけどさ、なんか、こう絶望じゃないけど、あ、そんなこと思ってたんだ、の方かと思ったら、よかったなんだ。しかし、私のワイシャツにしがみつく小さな手は強く、薄く、私の白を濡らす彼の涙は温かく、止めどころなく。僕も、先輩と同じこと考えてたんだ。本当に?生きたい。
生きてほしいって思ってた。思ってた。よかった、同じこと考えてたんだ。最初は死にたいって思ってた、うん、みんなも自殺したいって そうだよねって思ってた、うんうん、でも、うん、たくさん作品作って、うんうん、いろんな人に求められて、うん、先輩にいっぱい褒めてもらって、うん、先輩に僕を見てくれて、ボリュームちょっと飛んじゃったかな。僕にも価値があるのかもって思った。気づけたんだね、よかった。僕なんかよりすごいもの作る人はいっぱいいるけど、うん、フォロワーの数もいいねの数も、うん、友達も多い人はいっぱいいるけど、うん、いろんな人に知られてて、うん、有名で名前だけで価値のある人なんていっぱいいるけど、うん、それでも、うん、こんな大したことない僕にも、目立ってすごいものもない、友達もファンもいない、有名でもない僕でも求めてる人がいるんだって思った、うん、気づけたんだね。不純な理由かもしれないけど、うん、求めてくれる人がいるなら、僕を欲しがってくれる人がいるなら、うん、先輩みたいに見てくれる人が、うん、僕を見てくれる人がいるなら、うん、行きたいって思ったんだ。よかった。この劇場のためにね、絵を描いたことはね、正しかったんだね。褒められたい、うん、求められたい、うん、変われたい、うん、こんなダメな僕をすごいって言って見て欲しかったから、うんうん、自分でも自分のこと努力してるってすごいって思ったから、ま、うんうん、っすぐに見てくれる先輩が僕のことを褒めてくれて、優しくしてくれて、楽しんでくれる先輩が、うん、大好きなんだ、大好きなんです。離れたくない、死んでほしくない、死にたくない。だから先輩が行きたいって思っててよかった、よかった。いや、お互い同じことを思ってたんだね。うん。一通り吐いて、再びエヴァさんは私の胸にしすがりついて身を震わせる。赤子のように泣きじゃくる背中を私は回した腕でそっと撫でた。なんだ、私たち同じことを考えていたんじゃないか。結局最初から私たちは似た者同士だったのだ。命を犠牲にしてでも願いを叶えられる勇敢な戦士でもない。生を悟り、死に意味を見出した賢者でもない。人生など喜劇であると開き直り、死にさえ挑む怪物でもない。この世を憂い、陰る己を嫌い、人の世をひねくれた目で見ておきながら、結局自分が可愛くて、そんな自分を誰かに見てほしくて、認めてほしくてさまよう、ただの一人の人間だったんだ。ちっぽけなことでくじいて、死を考えて、小さなことで明日に絶望を感じるただの人間なのだ。ちっぽけなことで生きようと思って、小さなことに明日の希望を見てしまうただの人間なのだ。自分だけの場所を求めてさまよう、ちっぽけな人の子供だったのだ。あー、よかった。クラブスーサイドで知った。臆病な私たちは刺繍を嗅いでやっと生を振り返れたのだ。
かったです。先輩。私の濁りに顔をうずめていた少年が顔を上げる。初めて屋根の下へと招かれたはぐれ猫のような表情。私の情けない顔を反射する黒い瞳は震えて私に凍った。嘘じゃないですか。嘘じゃないよ。僕は生きててもいいですか。生きてほしいんだよ。もっと先輩に褒められようって思っても、優しくしてほしいって思っても、うん、一緒に遊びたいって思ってもいいですか。いいんだよ。目立ったものも何も持ってないけれど、うんうん、僕は先輩のそばで生きてもいいですか。いいんだよ、一緒に生きていこう。そんなこと悩むまでもない。答えはとうに決まっている。うん。同じこと考えてたんだからね。赤くなったウサギの瞳が潤んで、角膜に映った私の姿が歪んで溶ける。ボロボロと溢れてこぼれる大きな光の粒たちが、彼と私のシャツの白を濡らして、シミを広げていく。先輩。先輩。いいよ、今日はたくさん泣いちゃおう。しがみついていた手を離し、一瞬だけひるんで彼は、こらえられなかったような様子で、私の背に腕を回した。強引で稚拙な抱擁。予霊はまだならない。未だ気弱に震える彼の頭をそっと片口に抱き寄せる。白い日差す静かな廊下。重なった胸を通して彼の脈動を感じれば、今だけは世界に私たち二人しかいないような錯覚を覚えた。風が窓ガラスを揺らす。春風に吹かれ、校庭に咲いた桃色の花弁が巻き上げられて空に再び咲く。今だけは、死の気配から目を背けて、明日咲く桜のつぼみを思いたい。腕の中で徐々に落ち着いていく純真な少年の穏やかな呼吸に、そっと耳を澄ませ、抱いたぬくもりに瞳を閉じる。未だ胸を救う育児なしの呪いさえ、生の前では甘いぬくもりに変わって、愛せるような気がした。スズメが鳴く。風が走る。死を選ばなかった私たちは生を選んだ。それだけだ。私たちはそれだけだ。それだけでいいと思えた。はぁ。よかった。よかったね。あ、終幕04、自分。エンドの数ですかね。これは一人何エンドあるんだろう。
マジで悲しい結末しかないのかなって思ってたから、一発目ね、まさかの、生存エンドの方で終われてよかった、マジで。両親のことが不安で仕方なかったよ。でもね、お互いが同じように生きてほしいし死にたくないって思ってたのはよかったね。これもだって、お互いがね、こう、うまい具合に作用し合ったからこそさ、そうお互い思えたわけだしさ、まあ、似た者同士っていうのもあるし、あとね、お金の集め掘る方法っていうのもね、まあ絵だったり、あと裁縫が選べたのかな。まあでもどっちでも多分ね、財政さんなら稼げてたと思うんですが、いや、ああいうね、絵を描く、で、そこで認められる、これがお金という価値に変わる、だったりとか、まあ、先輩がね、全力でずっと褒めてくれて見守ってくれたっていうね、ところもあって、財政さんもね、気持ちが変わって、これからもね、まあ苦しいことはあれど、一緒に生きていきたいという結末になって、いやー本当によかった。危なかった。最後ちょっとうるっとした。最近ね、涙腺が緩んで、いやーね、本当にね。はい。ということでね、財前さんのルートは一旦こちらで、終わりにして、次の方の、ルートをやっていきたいと思いますので、ちょっとね、まだ誰にするか決めてないんですが、次回までに決めておこうと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。クラブスーサイド財前さん編でした。それじゃあねー。